ついに僕宛にファンレターが。今度のは前のとは全然違うんです。驚かないでくださいよ。なんと初めて一通だけ男の人からファンレターが来たんです。はい、一人の女の子としてもちょっとグレードアップって感じですね。内緒のままです。しばらくはバレる心配ないかな。父さん昨日から遠征だし。はい、遠征です。父さん少し変わった仕事してて、たまに家開けるんですよね。母さんと二人だと、いえ静かでいいです。けどなんか物足りない気もして、遠征の旅にしみじみ感じます。あんな父さんでも家族なんだなって。そうですね、いるときは頼むからどっか行ってくれって思うんですけど、複雑です。さあ人気も上がってきたし、レッスンレッスン、もっと可愛くならないと。そのうち僕宛てのファンレター全部男の子からになったらいいな。それもそっか、別にそっぽを向く必要はないですもんね。男の子にも女の子にも憧れられる存在、欲張って目指しちゃいます。